本柔道陣が次々に敗退していく中で最後の砦を守った斉藤仁。143キロの巨漢が流した涙にはさまざまな思いが凝縮されていました。10月1日柔道最終日、順当に勝ち進んだ斉藤は準決勝で韓国のチョ・ヨンチョル選手と対戦しました。敗退が続く日本側にはどうしても取りたい金メダルへの関門、一方韓国側は柔道界の王座95キロ超級で価値あるメダルを獲得したい、そんな両陣営の思いが激しくぶつかり合いました。この試合なぜか蝶の消極さが目立ちました。オーバーな表現で相手の戦う意思のないことを審判にアピールする斉藤、気が弱いと言われる斉藤が初めて見せる勝負への執念です。3年前の世界選手権、ロサンゼルスの金メダリスト斉藤は当時負けるはずがないと見られていた蝶と対戦。勝負に徹した蝶の捨て身の関節技に左肘を脱臼し敗れ去りました。この時斉藤は初めて大観衆の前で涙を流しました。それは無念の涙でした。この後斉藤は怪我に泣き続けました。去年3月には右膝の靭帯を痛めました。一度は世界の頂点を極めた男が柔道を捨てるかどうかギリギリのところまで追い詰められました。脳卒中とかですね、脳血栓とかで倒れられた方がリハビリでですね、動かない手を泣きながら自分でこう動かそうとしてる光景を見てですね、自分自身右足が痛いから柔道ができるかできないか、 なんでこんなちっちゃいことで悩んでんだと、自分自身本当葉っぱかけられたような気もするし情けなかったなとつくづく思いました。残り15秒、この表情、ものすごい表情に変わってきた斉藤。今年4月の全日本選手権、斉藤はそれまでにない勝利への執念を見せました。全日本ようやく念願の優勝を果たしました。斉藤この時流したのは復活の涙でした。斉藤その後も怪我の不安が常につきまといました。右足をいかに痛みが出ないように出ない方向で進めていくか、それが今の課題じゃないかなと思うんですよね。もう本番の時はもう痛かろうが痛くなかろうがもうガン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 やるつもりなんですけども、とにかくもう大会前に一回バキッとやってしまったらもうどうしようもないもんですから、それだけ考えてなおかつ自分自身吹っ切るようにですね、今努力してます。あ、審判が惑わされないだけ心配です ね。 ね、そして迎えたソウルオリンピック、はい、日本が山本です。残り時間が40秒台です。あーっと右から一本、一本負け、ちらっと見る斉藤の目の前で日本選手が次々に敗れていきました。5秒、4秒、もうダメ、時間がありません。ブザー、日本須貝初戦で姿を消しました。またまた期待の日本柔道敗れました。総崩れです、日本総崩れ、流れ現象にストップがかかりません。精神的なものですか。まあ、もうちょっと浮き足立ってしまったような気がしますね。あと残り1階級なんですか、もうね、もうこのままいったらもうだんだん僕も、ね、負けるんじゃないかという不安の方がまた強くなってくるけど、まあ、もう1回ね、もう今から帰って、
どうこうと言ってももう仕方ないからね、ここまで来たら、まあ、あとは斎藤にね思い切ってやらせるだけですね。ファイナル決勝戦、日本斎藤、日本の期待を背に受けて初めての金メダルを間もなく狙おうとしております。今ちらっと見えておりますが、はい、入場してきます。斎藤は赤い帯を締めています。左側の方です。そして右側の方には東ドイツソウル、こちらは日本の斎藤仁登場してきました。また小中体育館、日の丸が右に左に大きく揺れています。こちらは東ドイツのヘンリーストール。さあ決勝戦、釣り込み足気味、2分29秒あたり、やっと落とした、外、ね、落としたどうか、これは待てか、ポイントにはなりません。いや、効果にならなかったですね。あ、ちょっと小袖で落としました。ストール落ちましたが、しかしこれは場外、場外です。常にストールは守りの格好、ご覧のような格好で常に斎藤は左を取って右を取ってじりじりと前に出ます。ストール交代、さて待て、中央に戻ります。残りは1分29秒、残り1分29秒で来ます、指導来ました、指導が来ました。中にストール、ああ中になりましたね、はい、日本有利、初の金メダルに10秒を切る、8秒、斎藤行く、斎藤行きます、大変なコール、日本の斎藤のコール、4秒だ、金メダルへ、2秒だ、1秒だ、ブザー、やりました日本斎藤、土壇場で踏ん張りました日本柔道、ついに期待の斎藤、95キロで見事に金メダルです。斎藤やりました。やりましたですね。やりましたね。僕は一回死んだ人間で、みんなに助けてもらってゾンビみたいなもんです。もうこのメダルはもうみんなのもんですから、はい。ロサンゼルスの栄光からわずか2年後、無念の涙に暮れ、柔道を捨てるところまで追い詰められた斎藤。そして今年の4月に復活。涙を流すたびにたくましくなった斎藤が、ついに土壇場で日本柔道の危機を救ったのです。